はい、えー。こんにちは、えー。それではですね、えー、今日は8306三菱 UFJ フィナンシャルグループですね、えー、やっていきたいなと思います。まあ、ここ最近ですね、株価が好調ということで、いろいろとですね、これ要因は複数あるかなというふうに思うんですけども、まあ、18日の記事でいきますと、六、えー、6連投ですよということで FR、FRB 利上げペース鈍化観測で、アメリカの長期金利にですね、上昇圧力がありますということですね。 で、アメリカの長期金利なんですけれども、前日のニューヨーク市場において4.09%に上昇したと。で、ちょっとですね、えー、アメリカの国債10年物利回り見ていきますと、ここ最近ですね、ぐーっと上がってきている様子っていうのがわかるかなと思います。2年物利回りに関しても上昇してきていますね。それから、まあ日本の方ですね、こちらの国債利回りの方も上昇してきているというような状況ですと。 で、えー、っと、9月のアメリカ、交流売上高が使用予想を上回る伸びとなったほか、えー、週間の新規失業保険申請件数は前週から減少し、アメリカの経済の底堅さが意識されたということで、まあ、FRB としてはですね、これから、まあ、さらにですね、利下げをしていくというようなことを言ってはいるのですが、まあ、そのペースがですね、鈍化するのではないかというようなね、まあ、そういった観測が強まっていますよと。 で、それから、まあ来月ですね、アメリカの大統領選があるわけですけれども、まあ共和党候補者のトランプさん。まあトランプさんの方が今勝ちそうというような感じにもなってきているようですけれども、まあ、勝利した際にはですね、インフレ圧力がさらに高まるのではないかなというふうに言われているということですね。 ま、この辺のところは減税っていうところで、まあ、さらにどうだかっていうところもですね、えー、進んでいくのかなっていうような、そういった話も上がっていると思いますので、まあ、そういったことをもろもろ考えていくとですね、まあ、金利がさらに上昇していくんじゃないかということで、まあ、銀行株、物色されているのかなと思っています。 まあ、さらにですね、えー、まあ直近で出ている、このアメリカの金融関連のですね、えー、決算が出てきていますけれども、まあ、例えば、モルガン・スタンレーですね、えー、ここは第三四半期決算あ出してまして、えー、まあトレーディング、それから投資銀行業務がですね、好調ということで32%増益を計上していて大幅高ってことで、まあ、ゴールド・マンサックスもですね、決算評価の動きが強まっているというようなことですね。まあ、こういったところでアメリカの方の銀行もですね、非常に好調というところもですね、えー、まあ、こういったメガバンというところが特に買われてくるような、 まあそういった要因にはなっていて、まあいろんな要因がですね、重なっているかなと思いますね。え、円安も進んでいるっていうところもありますし、まあ、複数の要因によって買われているっていうような考え方はできるのかなと思います。まあそれから受給がですね、それに伴って良くなってきていると、まあだんだんですけどね、良くなってきているっていうことで、まあ特に有資産のところですね、えー、見ていきますと、ずっとですね、右肩下がりになってきていますので、まあ元々が高すぎるだろうっていうのはあるんですが、まあ、改善は見られているっていうところは評価できる と思います回転日数に関しても、ここ1週間ぐらいのところを見ていきますと、だいぶ下がってきてますね。24、4日というところから、ま、直近ですと13日っていうところが下がってきてますので、まあ、これ自体は好材料かなと思います。 まあ、ただ、信用外のところまだ多いですね。5700万ありますので、えー、まあ、すごい受給がめちゃくちゃいいということはないということを考えると、やっぱりちょっと足型を崩すと、まあ、すぐですね、えー、また、信用外が溜まってきてっていう感じになりますので、えー、まあ、しっかりとですね、えー、受給状況、それから足型のところですね、そこのところは見ていく必要あるものの、まあ、直近では非常にいい足型をしているかなと、まあ、そういった受給状況だと思います。 はい。それではですね、えー、ここからは、まあ、USJ のところですね、えー、ちょっとチャートを見ていきたいと思います。 でえ、まず、月足からですねえ、見ていきたいと思いますがあ、まあ、トレンドライン結構これ綺麗に一本化されたラインがね、引けるんじゃないかなと思います。まあ、8月のですね、この下着に関してはちょっとイレギュラー、はい、一瞬下げただけですので、まあ、このところは考えないとすれば、まあ、結構綺麗にですね、こう、引けるんじゃないかなと思ってますので、まあ、このトレンドラインっていうところを一応僕の中では、あのー、主軸としてあの見ていこうかなというふうに思っています。で一応、影のラインとしては、まあ、ここまで下げるのはあれだと思いますが、まあ、1200円、あるいは1300 300円くらいのラインとかですね、ここの切り揃ったラインっていうのは、まあ加減のところで見てもらっていいかなというところ。まあそれから、月き足で見ていきますと、まあ今いるですね、1650円あたりっていうところはですね、少し過去にですね、この辺のラインっていうのは意識をされているラインかなと思うので、まあ少し幅を持たせたいとは思いますが、まあ上値の抵抗線としてはですね、一、えー、つ考えてもいいラインの一つではないかなと思いますと。 で、ええー、まあ徐々に高値のところで行きますと、まあ一つ意識されるのが多分1950円とかですね、えー、この高値のあたりっていうのは意識されると思いますが、まあまだ距離がね、ありますので、まあそういうところはいいかなと。一旦はですね、えー、ここですね、7月の高値、えー、1850円ですね、えー、ここを目指すような動きになるかどうかっていうところですね、えー、注目かなと思います。まあ、付け足で見ていきますと、この、お 今月がですね、しっかりと要線になってきてまして、先月の陰線に対してこうアウトサイドするような形で、まあ、まだ確定ではないのであれですけれども、まあ、この形で引けるとですね、まあ、その後っていうところで見ていった時に、まあ、上昇の動きになりやすいっていうのがありますので、まあ、このセットパターンっていうのは僕は結構好きな形です。例えばここをですね、えー、昨年の12月の陰線に対して1月の要線これアウトサイドしてますよね。まあ、こういった形が出た次っていうのがずっとですね、 この上昇とレンドっていうところが、まあ強くなっているのがわかるかなというふうに思います。まあここもそうですよね。陰性に対して、まあ3ヶ月連続で、えー、アウトサイドし、3ヶ月使ってですね、アウトサイドしていくわけですけども、まあその後も上昇になっているし、まあここのところもそうですね。陰性に対して2ヶ月で、えー、アウトサイドした後っていうのは、その後上昇の起点となっているっていうセットパターンですので、まあそういったところを見てもですね、まあこの形っていうのは、あのいいなという感じがしております。 はい、えー、週足で、えー、次はね、えー、見ていきたいなと思いますが、まあ、週足で見ていくと、まあ、かなりですね、えー、この1500円の、ちょっと下ぐらいですかね、のラインっていうところが、まあ、過去にサポートとして意識されていまして、まあ、一旦下潜ってたんですけども、ようやく上に出てきたというような形になります。で、週足で見ても、この出来高だまりが1500円ぐらいのところにありますので、結構ここで捕まってた玉は多かったと思うんですよね。で、そこを結構ギャップアップで抜けてきてますので、まあ、それが、あこう、売りに合わないで済んだという感じで、 まあ、すーっとね、今週はし、抜けてこれた要因かな、なんていうふうには思っています。なので、 結構三菱 UFJ 捕まってますっていう方がね、あの、分析ライブとかでも多かったんですけれども、だいぶこう、プラスになってきてる方がおそらくはだいぶ多いんじゃないかなと推測をしております。それはなぜかというと、この出来高だまりを抜けてきているからっていうことですね。で、今このところで、えー、ま、利確をこなしてさらに上に行けるかっていうところがね、まあ、重要になってくるんですけれども、まあ、当然、えー、主話主衛でも非常に強い形であるっていうことですね。 それからこの下落のトレンドですね。このトレンドがあまり続くと嫌だなというふうに思ってたんですが、それも選手足のところで上にブレイクする動きから今週足続進となってますので、この辺のところもですね、ずっと下面に見ていた人たちっていうのが買い戻しているような、そういった格好にもなっているかなと思います。はい、続いて冷足を見ていきますが。 はい。日足で見ていくと、まあ、ラインとしてちょっと意識していたのが、この1600円のラインですね。このラインっていうのが、ここの窓のところですね。え、ップダウンしてきたところのライン。それから、一旦ですね、え、急落後上昇した最、一番上の点ですね。え、このラインっていうのが切り揃っていたので、ここを抜けれるのかなと思ってたんですけど、難な,なく抜けてきましたので、これは結構強いなという見方でいいんじゃないかなと思います。で、次のターゲットとなるラインのところで行きますと、 ま、近いところだとですね、やっぱこの窓埋めかなというふうには思いますので、おそらくはこの辺のラインですね。1670とかっていうラインに関しては、過去にも少しですね、意識をされているような、この辺の価格帯になりますので、この真上のところっていうのは、まあ、売りがある程度出るのかなという感じはしますが、まあ、価格帯別的高で見たときにそこまでえ注文が多いラインではありませんので、まあ、そこまでっていう感じはしますね。まあ、それよりは、その上のところで行きますと、例えば1700円のラインのところですね。 はい。この辺の1700円のラインのところ。それから、あその上のところで1800円のラインのところですかね。まあ、この辺のところっていうのが100円ごとのラインがは意識をされてくる可能性っていうのはあって、まあ、この辺のところは三菱重工とかとね、あの、似ているところかなと思いますけれども、まあ、その辺の100円ごとのライン、あるいは50円ごとのラインっていうところが、まあ、意識されるっていうところを考えながら、まあ、トレード、あるいはポジションですね、えー、入れていくといいんじゃないかなというふうに思います。 はい。ということで、えー、ちょっとね、押せ押せムードにはなってきていますが、真、まあまあ、上にはですね、まだ売り込みや、売,り売られ込みやすい、そういったね、えー、位置っていうのはあるかなと思うので、えー、引き続き慎重にトレードしていきましょう。 はい。ということで、今日もご視聴ですね、最後までしていただきましてありがとうございます。えー、引き続きですね、えー、株のオラインサロンもやっておりますので、えー、概要欄の方からぜひチェックの方お願いいたします。えー、LINE の方を経由でですね、えー、参加していただきますと、30%オフのね、クーポンとかも出してますので、えー、LINE の方からですね、参加していただけるといいかなというふうに思います。それでは、今日もね、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。